大家晚安。晚安。今日はルーちゃんの28歳の誕生日です。パチ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 。なんで今日はルーちゃんをレストランへ連れて行こうと思います。ありがとうございます。こちらです。一番ね、景色が見える天空の庭、星なる木というのをレストランに予約しました。ありがとうございます。楽しみにしましょう。今天的晚餐晚餐，白黒コーデです。これ高速だね。早い。ちょっと気分悪くなった。因为离我们两个约的时间还有20分钟，我们在附近找个地方先坐下，然后外面这边就可以看到60层之外的风景。漂亮啊！漂亮耶！今回このレストランをね予約した理由としては、景色一番重視した。高さが高いところで、ルーちゃんとゆったりねコース料理を食べたいなと思ってここを予約したの。すごい楽しみ。私も楽しみしてた。まだね今夕方だからちょっと明るいんですけど、もうちょっとね時間経ったら、ね、綺麗な景色が見れると思いますんで、それをちょっと楽しみにしたいと思います。就是这家餐厅，期待期待的呢。あなたは？我也好期待哦。綺麗な景色が見えるはず。我跟文当现在已经进来我们预约的各室了。どうよこの景色。好厉害哟！这里是我们两个进来的门，然后呢，它整体是长这样子。噔噔，一进来右边呢有伞架跟挂衣服的架子，还有可以放行李的椅子，好漂亮哦！当，これがまた夜になると景色が変わるんですよ。かすりよ。ありがとう。桌上还有放口罩套。那餐具盘呢？桌上呢有今天的菜单，菜单上面呢还有每一道料理的介绍。天哪，真的很用心哎。然后还有他们自己包装的酒精。帽子で髪がぺったんこ。かっこいいよ。我们两个的餐前酒是白葡萄酒。乾杯しようぜ。でもね、私炭酸飲めないからアップルジュースにしました。子供みたいで可愛いじゃん。ありがとう。美味しいよ。
こまで食べてどう思いますか？一つ一つが好吃。好吃哦。超好吃。寿司做蛋糕耶，分家。これがメインなの。寿司のケーキって俺ちょっと初めてだから。私も。ちょっと気になって。然后他们说呢，现在是我们自己有拍照时间，然后需要他们帮我们分的时候，我们再按服务铃请他们来帮忙分就好。所以现在就是很开心的拍照时间，这个真的很特别，很有那种仪式感。现在天色有一点暗了，这个你在干嘛？夫ちゃん何やってんの？街の人会えるかな。やめてよ。反正现在就是天色有点暗下来了，这个是我们现在的氛围。在跟谁嗨啦？他们把两人份的蛋糕也分得超漂亮的，然后送过来的时候还有另外送上酱油跟汤。汤的话应该就是那种清汤，对，就是长这样子。就通常日本这种会席料理最后都是配这种清汤，看起来是完整的蛋糕，另外一边呢是很漂亮的切面。哇！然后夜色也暗了，めちゃくちゃ綺麗。変わったね。めちゃ変わった。好漂亮哦！帮谢谢。文档帮我准备的，可是文档好可爱，他这个中文写错，多写了一个是。是いらんかったね。ありがとう嬉しい。还在拍照片。もう会える。谢谢。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。いい一年にしてください。これからも毎回の誕生日一緒にいますので、よろしくお願いします。泣かないでよ。思ったより可愛いじゃん。ああ泣いてる。まあ僕も泣いたけど。ちょっとね、今回中国語が勉強してるからちょっと頑張ってみたんだけど、ちょっと失敗しちゃったね。可是日快乐啊！こっちの方がルーちゃん心に来るかなと思って。ありがとう。これからも一緒にいましょう。お願いします。ハッピーバースデー。谢谢夫ちゃんが。あともう一つ恒例のプレゼント。何？ありがとう。ルーちゃんが俺4年前か3年前かに誕生日プレゼント長財布渡したの覚えてる？あ、今も使ってるよ。結構ね年季入ってきて。ちょっと古いなーって思ってきたから新しいのちょっと買ってきました。俺が買ったものすべて大切に使ってくれるかな。今のちょっと汚れてる財布もねずっと使ってくれるんですよ。まだ泣かないでよ。新しいの買いました。ありがとう。ありがとう。ルーちゃんの反応が楽しみだな。ちっちゃい財布がいいかなと思いまして。ワク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 。かわいい。ありがとう。うん、ちょっと大人っぽい革を選びました。ありがとう。ルーちゃんももうちょっとでね30歳を迎えるということなので、確かに大人な女性になっていただきたいと思いました。ありがとう。嬉しいです。お似合いです。ありがとう。谢谢ブーちゃん。でブチ没关系。好啊，大家，我们现在已经回到家了，因为刚才在餐厅的关系，就是最后我们就拍得蛮赶的。首先就是，夫ちゃん本当ありがとう。ね、めちゃ嬉しい。よかった、喜んでくれました。めちゃ嬉しかった。こんな素敵なプレゼントもいただいて、心がほんとしました。私が使っている財布を見て、財布を選んでくれるっていう気持ちがすごいなんか刺さりました。俺がね、昔買った財布をずっと使ってきてくれて嬉しくて、汚れとかが気になったから、そろそろ新しいの買おうかなと思って。文旦が次の買ってくれまで多分ずっと使うと思う。今回のレストラン本当すごいすごいみんなにおすすめです。料理は本当一つ一つ楽しみたいから結構一つ一つ時間かかりました。それでもすぐ次の料理を出すじゃなくて、私たちが本当食べ終わったのを見て出してくれるのがすごいなんか優しかった。ずっと見るわけじゃなくて、うん、ちょこちょこ見てる感じ。なんかストレスなしで本当に、なんか対応もとってもいいし、何よりその半個室の空間がもう本当素敵、非日常的です。あと料理がもう全部美味しい。本当にしかも量が多いわけじゃなくてちょっとちょっと出るんですよ。今日とかすごいちょうどいいんですよ。最後一つびっくりしたものがいただいて、これです。ダダーン、私たちの写真付きの赤ワインです。見てこれめっちゃ思い出になるんです。
ずっともう飾ってれるよね。ね、最初が写真撮るときになんか普通に写真もらうと思った。でまさか最後この応援をいただいてめちゃくちゃ嬉しくてもう本当泣きそうですずっと飾ってられるからさ、うん、この店本当おすすめです、ね、もう最高の28歳を迎えました。おー嬉しい本当ウェンダのおかげで27歳いろいろ乗り越えて人生はこれからもたくさんのなんか困難があると思うんだけど今のこの気持ちを忘れずにこれからも頑張っていきたいと思います。おいい抱負じゃん。この動画を見てくれてありがとうございま す。こんな私たちですがこれからも新しい1年よろしくお願いします。お願いします。今回ルーちゃんが喜んでくれてとてもサプライズ成功な感じがしますありがとう。それでは皆さんまた次の動画で会いましょう。バイ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 。谢谢大家看我们的影片。バイバイ。谢谢文丹。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしてもお祭り